はい、こんにちは、ココムです。今回はクリスマスバージョンの無駄箱紹介2018をやりたいと思います。イエーイ。ということで、去年に続き今年もやりたいと思います。クリスマスっぽいカラーだったり素材のものを選びました。すごくいい文房具たちが揃ったのでお楽しみください。ではメリークリスマス。ということで、まずは消しゴムです。こちらファーバーカステルのカステル9000番です。こちらはね、深緑と金の組み合わせがすごくかっこよくっておしゃれですね。そして消しゴム自体も深緑になっているので、汚れが目立たないっていうのもいいなと思います。ちなみに柔らかい消しゴムになってますね。ちょっとしか消してないんですけど、結構消えやすいなと思いました。続いて写真もファーバーカステルでスーパーポリマーです。ちなみに 0.5 の 2B です。そして書き味なんですけど、私はすごく好きな写真だなと思いました。滑らかに書けるし、芯のつぶれがあまりないということで。では続いて定規はこちら緑のアルミ&ウッド定規薄茶です。こちら前と同じなんですけど、やっぱりおしゃれだし淡い色の木になっていてクリスマスっぽいかなと思ってこちらにしました。続いて鉛筆はこちらパロミノのブラックウィングパールです。これはね、すごく綺麗な白と金のね組み合わせがすごくクリスマスっぽいかなと思います。やっぱりおしゃれですよね、この消しゴムだったり。そして書き味もね、滑らかに書けるので高いんですけどおすすめです。続いて蛍光ペンはこちらスタビロのスイングクールターコイズです。こちらも前と同じになってくるんですけど、やっぱりこの色が気に入っているのでこちらにしました。実際に引いてみるとこのようになっていて、ちょっと淡い感じで綺麗だなと思います。こちら四角になっていて、この状態で引くようになっているんですけど、キャップを取ってすぐに引けるのもいいなと思います。そして四角で引きやすいなと思います。続いてまたまた登場、こちらペンテルのエナージェルインフリーです。うまく見た目がクリスマスっぽいかなと思います。オレンジとターコイズブルーになっているんですけど、丸付け用と直し用に入れました。滑らかで発色もいいのでおすすめです。続いて多機能ペンを入れました。こちら三菱鉛筆のピアモルト 4&1 です。これはグリップの素材が木ということで、クリスマスイコールツリーということでこちらにしました。こちらもおすすめの一本になっているんですけど、まずインクがジェットストリームになっているのですごく滑らかに書けます。それに加えて低重心にも立っていて書きやすいですね。でさっきも言ったようにグリップが木になっているので手に馴染んで持ちやすいです。見た目もかっこよくて気に入っています。ではこれで最後になるんですけど、シャーペンはこちら三菱鉛筆のピアモルトキャップ式です。さっきと同じようにキーということでこちらにしました。これも気に入っているんですけど、やっぱりペン先が全然ブレずに書けるので安定して書きます。そしてさっきのようにグリップが木になっているので手に馴染みますね。ということで中身はこのようになっています。では最後に筆箱を紹介したいと思います。ということで今回選んだものはポッチリのメガネケースです。これちらは筆箱ではなくって、本来はメガネケースとして使うものになっているんですけど、ペンも入れることができるサイズになっているのでこちらにしました。チェック柄でクリスマスっぽいかなと思ったのと、おしゃれですよね。こちら何回か動画に登場しているんですけど、この四角がたまらなく気に入ってますね。中身を入れるとこんな感じになっています。長かったので鉛筆は入れていません。ギリギリ15センチ定規が入るっていう感じになっています。このようにガバッと開いてくれるので中身がすごく見やすくて、ペンが取り出しやすいです。正規の使い方ではないのであまりおすすめできないですけど、このメガネケースはいいなと思います。ということで今回はクリスマスバージョンの筆箱紹介2018をしました。やっぱりおしゃれなものたちが揃いました。それも使いやすいなっていうものが多かったので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。